画用紙を丸で区切り、絵の具で塗ったり模様を描いたりしましょう。まず紐を半分に折り、結び目をいくつか作ります。下に画板か段ボールを敷き、プッシュピンを刺したら紐を引っ掛けます。そこを中心に紐の輪に通したクレヨンでぐるっと丸を描きます。この時紐がピンと伸びているようにしましょう。ピンを刺す場所を変えて丸がはみ出すように描いたり、丸をずらしながら描いたりしてみましょう。絵の具ははじめ一色だけを広い部屋に出します。量はご飯粒 2,3 粒くらいでいいです。少し水をつけた筆で10円玉ぐらいに混ぜたら、丸で区切った部屋の中を塗ります。塗るだけでなく、しましまやぐるぐる、点々、なみなみなどいろいろな模様を描いてみましょう。絵の具は足さないで、水だけ少しずつ足していきましょう。すっかり薄くなったら、筆を洗い、色を変えて同じように塗ったり描いたりしてみましょう。今度は2つの色を混ぜてみましょう。混ぜる量で色が変わります。少しずつ色を変えながら塗ったり描いたりしましょう。先に塗ったところの上から色を重ねて描いてもいいですね。白い模様を描きたいときは、水をほとんどつけずに粘り気のある状態で描くとくっきりとした模様ができます。出来上がったら題名をつけて名札を貼りましょう。名札も作品の一部です。丁寧に描いて真ん中にまっすぐ貼りましょう。細かいポイントの動画は終了画面の再生リストか説明欄のリンクからご覧ください。